歌を歌い合ったステージに乗ったっていう経験はない、ありますか？ないでしょうね。ないですね、ステージでは。あ、そうなんです、あの歌声喫茶みたいなのお店の中で飛び入りみたいな感じではね、あ、本当。じゃあね、今日せっかくこのコッキーポップ出てくれたからね、一つ3人でもってね、ちょっとなんか聞かせてもらいたいんだ。そうですね。何言ってくれますか？難しいですね。それでは思い出のグリーングラスなんというのをね、あ、じゃあそれいきましょう。佐々木君、それから吹きのとうのお二人交えましてですね、素敵なハーモニーが弾けると思います。思い出のグリーングラス、どうぞ。汽車から降りたら小さな駅で迎えてくれるママと